まあ表面的なことを言えば、まあ、あのシンガポールの、シンボルのマーライオンに、ホテルを建てる、あのマーライオンの周りに、壁を建てて、それでマーライオンの彫像を取り込むようにして、まあ、ホテルを建てる、あの建物を建てて、それをホテルとして営業するという、コンセプトです。なぜかというと、そのシンガポールビエンナーレで作品を作ってほしいって言われたときに、そのシンガポール その港町というか港の国というそういうのを取り入れたいと思って、それで、まあ、港町っていうのは見知らぬ人が海外からやってきて、それで滞在して見知らぬ人が出会って、そしてまた知らない町へそれぞれバラバラに去っていくっていうのが港町なんだと思うんですけども、でホテルも全く同じ性格を持っていて、人々が知らない人々が集まってきて何泊か滞在して、そして出会って、そしてまた去っていく、要するにシンガポールの町をこのホテルという形態、ホテルという形にしようとしたわけです。そういう似てるところから、昔のアートっていうのは綺麗に描いて壁にかけたりとか、それで、まあ、写実的に描いてそれで部屋に飾ったりとか、あるいは彫刻だったら、まあ、部屋のアクセントとして飾りとして置いてみたりとか、まあ、そういうことだと思うんですけど、まあ、コンテンポラリーアートっていうのは、まあ、そういうのじゃなくて、もうそういう表面的な美しさじゃなくて、その見た人がその自分の人生を考えてみたりとか、あるいは常識、今まで自分が培ってきた常識を考え直すような、こんな風に考えてるアーティストがいるんだとか、あるいはこんなことは、こういう今まで日常的に使ってたものがこういう風にして使うことができるんだとか、そういう今までの常識を考え直すとか、今までの日常生活を考え直すような、そういうようなきっかけになるものだと、なるものが現代芸術だと、コンテンポラリーアートだと思ってるんですよ。だから、まあ、自分もまあそっちの方向でずっと、もう小さい時からもうそういう方向でやってきたんで、これからもそういう方向でずっと行きたいと思ってます。